ハッピーハロウィン、宮本ウォルズです。今月末はハロウィン。ハロウィンの定番のフレーズはというとこちら、 Trick or Treat。 もともとは Treat me or we'll trick you で、もてなせ、さもなければ悪事を働くぞという意味だそうです。これを言われた側はいたずらされないようお菓子をあげるというのが一般的ですね。だがちょっと待ってほしい。お菓子といってもいろいろある上に、人によってはそんなものお菓子と認めないっていう人もいるじゃないですか。そこでいくつかの商品をピックアップして、それがお菓子かどうか皆さんにアンケートを取ってみました。今回はその結果を見ていこうと思います。題してお菓子か総選挙2020。まずはこちら、スコンブ。これは大体の人がお菓子に入るといった意見をいただきました。駄菓子屋に売ってますよね、確か。そうなんだ。確かに個包装だし、菓子入れに入ってても違和感ないしな。今回いろいろな質問をしたんだけど、全部に対して詳しく解説してくれたウィキニキがいらっしゃいました。こちらの意見を紹介します。スコンブとは酢をベースにした調味料で味付けした昆布のこと。駄菓子の一種で、おつまみなどにも用いられる。へえ、はっきり書いてあるんだ。そこのスコンブ好きの人、よかったですね。続いてはこちら、魚肉ソーセージ。これもお菓子であるといった意見が多かったですね。冷蔵庫から出したてのヒエヒエじゃないと嫌。溶けかけの刺身とか自分も好きなんで、その気持ちめっちゃわかるんだよな。ただ先ほどのウィキニキからはこんな意見をいただいてます。魚肉練り製品の一種、加工食品なのでおかずです。なるほど、わかりやすい。個人的に魚肉ソーセージはおやつでも食べるからお菓子かもとも思うんですけど、まあ3時に納豆食べて満足するやつなんで参考にもならないっすな。入ります、納豆もお菓子です。よっしゃー、サキイカ。おつまみの代表格ではありますね。お菓子かというと皆さんやっぱり悩まれて、結局つまみだっていう人も少なくなかったです。中にはこんな意見もありました。そのままだとお菓子、天ぷらにしたらおかず。それイカ天では。おかずにするもの好きなんていないだろう。さっきの人、喧嘩売られてるよ。会社にイラついた大人のビールの横にいてほしい。働く人はみんなかっこいいんだよ。最後はこちら、カムブレスケア。こちらは意見が分かれましたね。先ほどのウィキニキからは、品名がグミだからお菓子なのではというところ意見もあってます。では他の意見も見てみましょう。それは狂気。俺もなんでこんな質問思いついたか分からんわ。嫌な上司に付き合った大人に渡ってほしい。この人さっきも似たようなこと言ってたな。本当にお疲れ様です。逆、ちょっと待て、決めるな、小林製薬に謝れ。というわけで、〇〇はお菓子なのかのアンケート結果について見ていきました。魚肉ソーセージが正確には違いそうだけど、結構お菓子だっていう意見もあってギャップが面白かったね。でも確かにお菓子って言われて魚肉ソーセージもらったら、えってなるわな。あとブレスケア、あれをお菓子のグミとして食べたことはありません。誓って。この動画面白いと思ったらチャンネル登録、高評価、 Twitter フォローの方よろしくお願いいたします。それではおつおつ、素敵なハロウィンをお過ごしください。昆布とともに。